はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。攻められてるね、これね。あっちはもう無理じゃないか。敵をターゲット。来るぞー。煙に紛れてだな、今。ガス置いといたけど危ない。ガス全然効いてないけど。あ、当たってねえわ。やりよるー。これ結構厳しめだね。スナイパー辛そうだね。俺のガス全然ピンポイントに入ってなかったね。ミスターキラキシ防御がきつそう。いやー、空爆もうめえんじゃねえの、あれ。飛行機が飛行機が撃ってきてる。うまいね、あれは。うまいね。つらそうだね、この試合。なかなか。そこまで行かせてはならない。メインゲートを守れ。攻めてくるレジスタンスを。いやでもここやっぱ最初の動きちゃんとやんないと難しいから、これきちんとやってきてるってことは敵強いってことですわ。タレットで守りを固める。のんびりこうやって見てるとさ、遠くからスナイパーに撃たれるという未来もあります。一応ね、さっきのは倒せてないな。辛そうですよ。一応援護射撃はできているが、頑張れイオンタレット、頑張れイオンタレット。相手を焦らせるためにも。いや、撃たれてる。オッケー。やべ、来てるぞ。その辺まで来てる。わあ。助けてー。助けてー。ただ、味方が階段のところに溜まってないということはいいこと。そして、味方のヒーローは誰？誰誰誰誰？おお、ベイダーやん。敵に増援。おそらく連中の精鋭だ。いや、帰っちゃった。厳しい。うわぁ、後ろ取られてる。後ろ取られてるはやばいかもしれん。やばい、後ろ取られてるって。私が飛行機に喧嘩を売りに行こうと思ったら、やばい、レイダー卿、これはやられました。裏取られたのきつすぎた。もう飛行機と戦ってる場合じゃねえ。ベイダー今日守れきれんかったな、俺。今さらなんだよな、これ。これでレジスタンスは終わりだ。すべて削ろう。せめて人数を削ろう。せめて人数を削ろう。みんなヘビーで、ヘビー。
なヘビーだよ。ブロックへ侵入し、官房ドアとインナーゲートのオーバーライドを試みるだろう。捕虜を渡すな。分かったな。絶対どっちか抜けてくると思うんだよな。これより特殊部隊のエージェントが戦闘に加わる。来てる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 。もう緊急センターを起動。だいぶ削ったけど遅いな、やっぱり。敵が官房の制御装置にアクセスを開始。まずいですね。エージェントが到着した。後に続け。だいぶ削ってるんだけど。敵に官房の制御区画まで侵入された。敵を焼けつけるな。官房へのアクセスを阻止、コントロールを奪還した。いいよ。少しずつ殺そう。どこ行った？下か？レジスタンスとエージェントを確認。気をつけろ。下にいるね。手伝いに行こう。削れてないね。レイダー一人で行ったがきつそうだね。官房のコントロール。いや、やっぱヘビーが少ないんだよな。守りを確実にしろ。二度と連中を近づけるな。詰めるなら詰めるで、多分場所考えて詰めないとだから。我々の精鋭の一人だ。ちょっと来ると思うんだよね。死にかけだよあいつ。いやー、やっぱねえ、ヒーロー対ヒーロームーブができとらんっていうのがもうバレバレないよなー、この動き。あれはうちのビビーナインだよな。もう全然後ろにいるからね。潰せ潰せい。レーダーをよく見ること。はい、敵の位置変わったよ。敵の位置変わったよ。ここ開ける。ヘビーなんだよな。ヘビーを大量に出してほしいね。来てる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 。また敵の位置変わってるよ。いや、そんなすぐには上上がれねえんだよな。敵まとまって行動してきてるけど。倒した。あいつ倒した。未確認のレジスタンスリーダーが敵下がったぞ。あのシャープショット一発撃ちに来てるだけだからな。これ敵下がったんじゃない？これチャンスあるよ。ベイダー今日絶対守ろう。横から来てるな。で、一箇所に固まってくれるのマジありがてえな。友軍が到着した。正体は黙秘とされている。これがねヘビーの力なんよ。これがヘビーの強さなんよね。いいよ。で、あれを待ってます。バラージが来るのを待ってます。うわ
さてと、まあまだ全然余裕があるね。ほいほいほい。でランドも落としたと。裏から来るだろもう。で上ね、上から来るよ。レイダー見てんな、ちゃんと。レイダー卿がちゃんと見とる。あーなるほどね。どこ行った？まあ8で突撃してくるのは筋だが、8を取れば勝ちだな。8を取れば勝ちのところでいるね。これ下がりながらきちんと打つこと。これ大丈夫大丈夫大丈夫。うん、これ大丈夫。んー、ナイス。レイダーちゃんと見てるわ。でやっぱ、まあ、正直一般兵科の命は軽いんで、いかにレイダーに無理させずにプレッシャーをかけていただいてるところを我々が詰めてなんとかするからね。で正直な話、今もそうだけど、押せ押せムーブになった時の敵の動きってめちゃくちゃわかりやすいから。で、地面見てなかったりとか、クリアリングも甘かったりするから、リモバク置いといてドーンってやって、ね、アナキンめちゃめちゃ削ったりとか、ああいう動きって刺さるから、絶対的にああいう動き刺さるから、諦めちゃいけないし、むしろね、きちんとヘビー出して、やっていく動きだね。だから、あの状態できついのは、敵の一般兵科がきちんと動いてくるのが一番きついんだよな。スペシャリスト出したりとか、エアリアル出したりとかして、こっちの注意を引くような動きしてきた上で、で、ヒーローにも崩されるっていう、その多方面見なきゃいけなくなると、どうしても、その索敵を無視した火力寄りの編成にしないと、どうしてもヒーローきついから、で、あの状態で多角的に攻められちゃうと負けちゃうけど、ヒーローは固まってくれたし、ヒーローよりも前に出てくる一般兵科が少なかった。あの動きであれば対処できるからね。やっぱヘビーいっぱい持って、もうヘビーをいっぱい持ってくというか、ヘビーいっぱい出して爆発物いっぱい持ってくのが絶対大切。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。